吉田勉です。今日は越谷市さんに来ております。友人の越谷の市井孝光という議員でございます。そして今日この越谷さんのですね、町田市の新農法を使いました、水耕栽培メロンの状況を視察に来たわけですが、こちらの方で、向こうにですね、向こうにありますのが、炭酸ガスの発生装置であるそうであります。この炭酸ガスの発生装置というのが、どういうことで設置をされて、どんな役割をしているかということを、こちらの施設の高橋さんにお話をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい。富士通さんとの共同研究で分かったことがありまして、そちらがCO2 の濃度が少なくなっているということが分かりました。そのためですね、CO2 発生装置を導入しまして、外気が基本 400ppm というところなんですけれども、中の方がですね、葉っぱが生い茂ると 350ppm ぐらいまで落ちてしまうことがありましたので、そこで、350になった際に 400ppm ぐらいまでしっかりと上げるといったところで、使用しております。また朝一にやはり太陽が昇った際にも必要ですので、朝一に 1000ppm ぐらいに入って、使用しております。その効果もありまして、糖度も上がりましたし、収穫量も増えたという実績がございます。はい、それでは富士通さんとの共同研究ということでいろいろとやられているようなんですが、そのあたりの技術的なお話をちょっとお伺いできればと思います。はい、富士通さんとの共同研究なんですけれども、こちらの温度取りという装置を用いまして、温度、湿度、CO2、あと、太陽光の光ですね、照度を、測定しております。それを10分に1回ですね、記録をしまして、たくさんのデータを取ることになっております。で、富士通さんのやることとしましては、そちらの膨大なデータをですね、分析をしていただいて、それで、現在の栽培状況とそのデータを比較しまして、どの栽培状況だとどういうデータが得られているのか、逆にそのどういったデータだと、糖度がですね、とても高品質なものができるであったり、収穫がうまくいかないというデータをしっかりと記録して、今後マニュアル作りに生かしていこうと考えております。どうもありがとうございました。ぜひ大成功してもらいたいと思います。ありがとうございました。